皆さんこんにちは,こんにちは総務省消防庁のウェブセミナーをご視聴いただきありがとうございます私は総務省消防庁消防救急課の伏瀬と申しますそして私の隣にいらっしゃいますのが現役の女性消防士小賀さんです初めまして奈良県生駒市消防本部から来ました小賀七重と申しますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします 古賀さん、こちらの服装はお仕事のお洋服でしょうかはい、そうです。これが活動着といって、火災に出動するときに着る服になってまして、この上から防火衣を着想して、火災現場に出動します。なるほど、かっこいいですね。ちょっと背中の方も見せていただいてもよろしいでしょうか、はい、あ、こちらかっこいいですね。皆さん見えますでしょうか生駒消防奈良県と書かれております。生駒市を代表している消防士さんと見えますね。 緊張してきます <laughs> <laughs> はいかっこいいですねまた小賀さんには後ほどお話しいただこうと思います、えー、消防というと体力重視できついとか男性の職場というイメージが強いかと思いますが実際はどうなのか後ほどたっぷりと小賀さんの方にお話をお聞きしていきたいと思いますそれでは本日のスケジュールを見ていきましょうこちらのようになっておりますまずはですね私から消防という職業について説明させていただきます その後、先輩女性消防士の紹介、消防という仕事のあれこれということで、こちらの中で小賀さんの方にお話を聞いていきたいと思います。最後にお時間がございましたら、質疑応答をさせていただきます。30分という短い時間ではありますが、どうぞお付き合いください。なお、視聴いただいている皆様、オレンジ色のバナーから出席票のご提出をよろしくお願いいたします。 それでは時間も限られておりますのでざっくりではございますが消防の仕事について私からご説明いたします消防士は各自治体ごとに採用されている地方公務員に分類されます消防署は皆さんの町にもあるかと思いますがその消防署を管轄している消防本部というものがありますこちら左の上の方にあるのが消防本部です 市町村が単独もしくは複数で設置しておりますのが消防本部。令和3年4月1日現在、全国に724の消防本部があります。その中で現在、約5300人の女性消防士が活躍しております。さて、皆さんは消防業務というと何を思い浮かべますでしょうか。多くの方が赤い車に乗って火を消す消防隊や、 怪我をした人や具合が悪い人を病院へ搬送する救急隊など、現場の最前線で活動する業務をイメージすると思いますが、実際は消防には様々な業務がございます。今現在表示しておりますスライドをご覧ください。こちらはある消防本部の組織図になります。左側から総務部、予防部、警防部、そして右側が皆さんよく知ってらっしゃる消防署に 大きく分かれております皆さんがよく知っているのは右側の消防署というところかと思いますがその他の部署総務部予防部警防部については初めて見たり聞いたりしているかと思いますが皆様が消防士に採用されて勤務する可能性があるというのはここにある全ての部署で勤務する可能性がありますまずはこの中で多くの職員が携わっている災害対応業務や予防業務について詳細を見ていきましょう まずは災害対応業務、左側ですね。消防隊や救助隊は皆さんがご存知の通り、赤い車に乗り、火災や救助現場において、消火活動や人命救助などの活動をします。救急隊は、救急車でけがをした人、具合の悪い人のもとへ行き、適切な応急処置を行いながら、医療機関まで搬送します。救急救命士という資格が生かされるのは、 こちら救急隊になります。災害対応業務一番下の指揮隊は災害現場において情報を収集し、活動方針を決定各部隊を指揮命令する司令塔になります。一概に災害対応業務といってもいろいろな部隊があり、それぞれが連携して活動しているのがわかります。次に右側予防業務になります。 風邪予防という言葉があると思います。風邪をひく前に手洗いやうがいをして風邪をひかないことを指しておりますが、これと同じように火災予防というものがございます。火災による被害が発生しないようにするための事前の業務になります。一番上、消防同意では建物を建てる前に消防法などの法律に基づいて消火器などの消防設備が必要な場所にきちんと設置されているかなど、 書類の確認を行います建物検査では書類通りの消防設備が設置されていることを確認し、安全安心な建物作りに努めます。火災予防査察では建物内の消防設備の維持管理状況の確認、階段や非常口など障害となるものが置いていないか、避難する際の邪魔になってい,かいないかなどを確認し、 建物を利用する人たちの安全を守っています一番下火災調査は火災が発生してしまった建物などに実況見分に行い火災に至った原因を究明し同じような火災が発生しないよう対策を講じていきます続いて消防士の働き方を見ていきましょうこちら毎日勤務と交代制勤務の大きく2つに分かれます 毎日勤務、上側ですね。毎日勤務、日勤者。こちらにつきましては、一般的な会社員と同様、平日が勤務日、勤務日、土日祝日がお休み、カレンダー通りの勤務体系となっています。各消防本部の総務課や予防課、消防署の管理、指導課などがこちらに該当します。続いてその下、交代制勤務には、 24時間の当直勤務を繰り返して行う2部制と当直と毎日勤務を組み合わせた3部制などがあり詳細は各消防本部によって異なりますこちらは消防隊や救急隊など災害対応業務に従事する職員の勤務体系になりますでは実際に近年の女性消防士の数の推移を見ていきたいと思います こちら、スライドの上部、女性消防リーンとありますが、こちらは女性消防士と読み替えてください。平成27年の全国の女性消防士の数は3850人だったのに対し、令和3年度には5304人と、年々200人から300人ずつ増加傾向にあります。今後も女性消防士が増加し、活躍のフィールドが増えていくことが期待されます。 こちらは各消防本部・消防署の女性専用施設の整備状況をまとめたものになります。ここでいう女性専用施設とは、仮眠室やトイレ、更衣室、お風呂などを指します。男性がメインの職場と思われてきましたが、近年の女性消防士の増加に伴い、女性が安心して働ける女性専用施設の設備整備が年々進んでいる状況になります。 続きましてこちらは総務省消防庁のホームページの中にある女性消防理員活躍推進のためのポータルサイトになります昨年度大幅にリニューアルを行いましてトップページありがとうその言葉が私を強くしてくれる「ハッシュタグ消防女子」というページから始まり見応えのあるコンテンツが揃っております 最後の説明になりますが、こちらは総務省消防庁が作成した漫画作品、めぐみの大悟とコラボしたポスターや動画です。この他にも女性消防士の活躍がわかるパンフレットなども合わせて、先ほどのポータルサイトに掲載しておりますので、ぜひご覧ください。今年度もポスター、パンフレット、動画を作成しました。12月頃に公開を予定しておりますので、楽しみにしていてください。 私からの説明は以上になります。消防業務についてまた女性消防士の活躍について、えー、少しでもご理解いただけたら幸いに存じます。さて皆様お待たせいたしました。現在女性消防士として活躍されております古賀様からお話をお伺いしたいと思います。それでは古賀さんまず自己紹介をお願いします。はい 改めまして奈良県にあります生駒市消防本部の古賀奈々江と申します、えー、平成29年4月に入庁いたしましたはい古、えー、賀さんは奈良県の生駒市消防本部で働かれているということですけれども普段はどういった業務をされているのでしょうかはい、えー、主な業務としましては、えー、消火と救急と予防という3つの業務を担当しています 火災があればポンプ車に乗って火災現場に出動して救急があれば救急車に乗って救急現場まで出動していますまた出動がなければ、えー、先ほど説明があったように火災予防の業務もなるほど消防士さんっていうと火を消してるとかやっぱり救急車で救急隊をやってるというイメージが強いですけどもいろんなお仕事をされてるんですねはい。 えっと、生駒市は比較的コンパクトな消防になりますので、えー、大都市と違って専門的なもの何か一つのものをやるというよりかはオールマイティーに何でもする消防となっていますいろんな仕事をやるというのは大変かと思いますけれども、えっとね、オールマイティにする大変なこともあるんですけども自分の知識とか経験とかがすごく広がっていくので楽しくてやりがいのある ところでなってます。素晴らしいですね。消防職消防職っていうのいろんな仕事ができるんですね。はい。はい。では、えー、小川さんが消防士を目指した理由は？はい。と下にもスライドの下にも書いていただいてるんですけども、えー、高校生までは、えー、看護師さんになることが夢でした。で高校一年生の時に軽い交通事故に遭いまして、その時に迎えに来てくれた救急隊の人を見て。 私も病院で待ってるのではなくって、自分からその不安になっている人や怪我した人、そういう人を迎えに行きたいって思うようになって、まず救急隊を目指すようになりました。で救急隊を調べる中で、救急隊の中には救急救命士という国家資格を持った人がいるっていうことを知りまして、えー、救命士の学校に通うことにしました。で救命士になるにと、そうですね、救命士になるには、 私のように学校に通って卒業してから資格を取る方法と消防に入ってから養成所に行く方法と二つがありますで入ってからでも救命士になることはできますなるほどわ、はい、かりましたありがとうございます救急救命士さんというのは、はいえー、どういったことができるんでしょうかはいえっ、ー、と普通の救急隊員の方とは違って、えー、薬剤アドレナリンの投与や 軌道を確保するチューブのようなチューブをあの入れるうん、うん、という特定行為というものができますなるほど、はい、ちょっと普通の救急隊よりもちょっと一歩上に行けてるんですかねそうですね価値が増えますはい、はい、ありがとうございます、はい、ではここからはですね消防のあれこれということで小賀さんにどんどんお聞きしていきたいと思いますまず一つ目消防士のやりがいは何でしょうかはいやっぱり好きな身にはなるんですけどもありがとうっていうような お礼の言葉を言われた時と、あとは心肺停止だった傷病者の方が社会復帰されたっていうお話を聞くと、あ良かったなってやりがいがあったなっていうふうに感じます、はい。そうですね。やっぱり命を守る、えー、というのが消防士さんのお仕事かと思いますので、やっぱりそういう心肺停止の方が社会復帰したというのはとても大きなことかと思います。はい。はい、えー。では続きまして、消防士さんになって良かったなと思った瞬間。 えー、何か印象に残ってる現場っていいますか活動はございますでしょうかはい、はいえっと、さっきのお話ともちょっとかぶるところはあるんですが救急現場とかで「ありがとう」って言われた後にこに女性の方がいてよかったとかじゃなくて「あなたがいてくれて本当によかった」っていうように言っていただいたことがあってやっぱりちっちゃいお子様であったりとかご高齢の方にそういうことを言っていただくことが多いんですが。 もそういうのはすごくなあ自分が力になれてるんだなというふうに思ってよかったなと感じます女性だからとか男性だからとかではなくても古、はい、賀さんの,その個性っていうんですかねそういったものがやっぱり市民の方々には高く評価していただけたとということですかねありがたいです、はいまあ、個性を生かしていけるのが消防のお仕事なのかなと思います。はい はい、続きましてこちら、えー、男性がメインと思われる消防のお仕事なんですけれども女性でも消防士さんとしてやっていけますでしょうかはいえっ、ー、と,と思いますで。先ほど説明していただいた通り女性もどんどん増えていってまして活躍の場所も増えています、えー、緊急消防援助隊といいまして東日本大震災のような大きな災害があったときに 日本中からその市区町村関係なく人命救助に行く隊があるんですけれども今までは男性ししか選ばれていないな隊でしたそれが近年は、えー、女性も緊急消防援助隊として選ばれるようになるなど活躍の場所がどんどん増えていっている状態ですうん、うん、なるほど緊急消防援助隊というのがありましてまあ今古賀さんは生駒市の消防職員さんですけれども何か 東日本のような大きな災害があった時はその生駒市を越えてまあ、県を越えてっていうんですかねまあ、いろんなところに助けに行く可能性があるということですかねそうですねなるほど、はい、分かりましたありがとうございます続きましてこちらですね、えー、体力に自信がないけれども消防士になれますかっていうこちらですねまあ、体力に不安を抱えている まあ消防士になりたいけれどもやっぱりゴリゴリの人じゃないと消防士になれないんじゃないかっていう不安がある人が多いかと思うんですけど、はい、こちらについていかがでしょうか。はいえっとこの悩みというかあれについては私もそえー、専門学校卒業するまでちょっとゴスペル部とか文化部だったので、ね、すごくよくわかります入るまで本当に <laughs> 本当に不安でした。でやっぱりその精神論とか根性論とかそういうのはあんまり好きではないんですけどもやっぱりなりたい っていいいうう気持ちが大事ななのかなというふうに思いますもちろんそのためには体力練成っていうのも重要になるんですができることをちょっとずつちょっとずつ続けていくことが自信につながると思いますであとは消防に入ったら約6ヶ月間消防学校っていうところに入校しまして、えー、必要な知識や技術体力をつけれるところになりますのでそれでカバーできるかなというふうにも思います。 ありりがとううございいます継続は力なりっていうやつですかねやっぱりコツコツと積み重ねていくことが大切かと思いますし、まあ、あの消防士さんになって、まあ、消防士さんになる前にもやっぱり一定程度の体力を自分で努力していくってのも必要だと思いますし消防士になってからも消防学校の6ヶ月間でしっかりと知識や体力もつけていくっていうことですかね。はい、はいありがとうございます 続きましてですね、えー、小賀、えー、さん、今後の目標を教えてください。まあ、あの手前の短期的な目標と長期的な目標を教えていただければと思います。はい。えー、と短期的な目標としては、火災現場で隊長や同僚から信頼される隊員になりたいというふうに考えてまして、外部の研修にも積極的に参加して火災戦術を学んでおります。まだまだ勉強することはたくさんあります。 あとは長期の目標としましては、いこまではまだ出産とか育児とかをしている女性職員がいませんので、今後、産休や育休などが明けても、復帰して、長期で勤務していくという、今後入ってくる女性職員のロールモデルにでも、ロールモデルになれたらいいなと、ワークライフバランスっていうんですかね、やっぱりライフイベントを重ねても、消防士さんっていうのは継続していきたいという。 そういったところですかねはいそうですはい、ありがとうございますではここからはですね小賀さんの普段のお仕事の様子を見ていきましょうということでいくつか小賀さんに写真を撮ってきてもらいました皆さんぜひご覧くださいはい、まずこちら消防車の前に女性の方3名いらっしゃいますけどこちらはどういったご様子でしょうかはいえっと今現在生駒市消防本部には4名女性職員がいるんですがそのうちの3名で、えー 私が今この服を着て真ん中に立っているんですけども向かって左側制服を着ているのが同期の女性職員で今は予防課という本部に勤務していますで私の向かって右側にいるのが先輩の女性職員で今現在は千人の救急隊として活動されている方になりますなるほど、はい、えこちらが、えー、と生駒消防本部さんは 職員さんとしては何名ぐらいいらっしゃるんですかね。はい、えっと百三十七名今のところいます。なるほ百三十七名のうちの、はいえー、こちらまあ四名女性消防士三回ってそのうちの三名が集まっているということですかね、はい。そうです。仲良しですかね。仲良しです。めっちゃ仲良いです。<laughs> そうですよね。まあ悩、ね、み、はい、事とかですねあの相談する環境にあるというのはとても大切なことかと思います。うん、はい、続きましてこちら、えー、どういったお姿でしょうか。 はい今私は消防車を運転する機関員という役割をさせていただいているんですがその消防自分が乗る消防車の資機材を点検している様子になりますはいありがとうございます、はい、消防車この大きい車も運転するんですねそうですねこれは比較的小さい消防車で中型免許で運転できるものになりますなるほどありがとうございますこちら点検しているっていうものなんですけれどもこちら 消防車の中っていうのは火を消すホースとそれ以外にもあるんですかはい今このこの消防車ち比較的小さいものっていうふうに言ったんですが、えー、人命救助するためのロープであったりあとは水害があった時に、えー、使えるスコップや土の袋っていうものを積んでいるものになります。ななるるほど人命救助するためにいろんな <laughs> 色彩を活用してそういった現場に臨んでいくってことですねはいはい。やっぱり点検は大事ですかすごい大事です、うん、やっぱり機能まで使えてたものがいきなり今日使えなくなるっていうことも機械だったらあるので点検をしてちゃんと出動に備えるっていうのはすごく重要ですそうですねまあはい、いざ人を救おうという時に使えないと困ってしまいますからね,ねこちらはとても重要ですねはい はい続きましてこちらはどういった様子になりますでしょうかはい先ほどあの検務をしているというふうに説明させていただいたんですが救急車にも乗りますのでこれは救急車の中の資機材を点検している様子になりますなるほどありがとうございます救急車の中の資機材もたくさんあるんでしょうかそうですねあの人を救う資機材というのには変わりないんですが、えー、医療的な資機材がたくさん乗っていますはいありがとうございますはい 続きましてこちらは古賀さんがパソコンをカチャカチャとやってるかと思いますけど処分、はい、んパソコンもやるんですかそうですねあの現場に行って体力仕事っていうふうに思われがちなんですが、うん、実は意外とあの事務処理とかがすごく多くって、うん、出動したらその一件一件報告書っていうものを打たないといけないですしあとは、えー、市民の方に対して広報をする場合 自分たちでポスターやチラシとかを作ったりもしますのでワードやエクセルを活用して、うん、なるほどポスターとかも消防士さん作ってらっしゃるんですねそうですねる作ることも多いですデザインセンスとか生かされる場でもあるということですねはいありがとうございます、はい、続きましてこちらは、えー、ベッドとかトイレですかはいはい。はい、これは生駒消防署にあります女性仮眠室の中になります で仮眠室の中にはこういったベッドやロッカーで、えー、トイレ洗面台お風呂っていうのが独立してありましてもう本当にワンルームのお家ぐらいのスペースになってます、うん、なるほど、はい、もうこちらはなんていうんですかねもう一部部屋に全部収まってる感じですかそうですね洗濯機と乾燥機もありますので。 もうこの部屋で全部完結できるように。うん。いやもうなんかアパートの一室みたいなところなんですかね。ねはい。あもうでも冷暖房も完備されてますし、独立洗面台ですし、はい。快適そうですね。そうですね。<laughs> 私たちが入庁するときにちょうど作っていただきました。なるほど。はい。こちらの私からも先ほど説明させていただいたかと思うんですけれども、こういったあの女性専用設備が年々年年々年あのしっかりと整備されている状況にあるということですかね。はい。はい。 では、こちらは懸垂ですか。はい、はい、小川さん、懸垂もやられるんですね。<laughs> そうですね。あの訓練をずっとしてる時は、うん、あのやってます。うん、その体の使い方とか筋トレの方法とかもわからないので、えっと得意な職員に聞いて。うん こういう風にう、ねはい、してます。得意な方いっぱいそうですね。いっぱいいます。消防士さんの中にはゴリゴリのそうですね。ここの写 <laughs> ってる人もゴリゴリの人になってます。そうですね。潜水もやっぱり最初はねなかなかコツと言いますか。はい できないかと思いますけれどもそうですね全然できなくて一回もできなかった状態から一番最高で八回とかできるようになりましたので、うん、ああやっぱり続けることがじゃらも続けることが大事ってことですねはい、はいはい、ありがとうございますこちら最後のお写真になるんですけれどもこちらは仲良さそうなバーベキューの姿ですかはい、はい、そうです えっと、生駒消防本部の女性職員はみんなすごい仲が良くって、年一回、その勤務が違うので、誰かが休みを取らないといけないんですけど、年に一回こういうふうにバーベキューであったり、お花見であったり、全員で行く機会があります。先輩がすごい声をかけてくれて、 仲良く、はい、していただいてますのでなるほど仲のいい環境っていうのは大事ですね、はい、そうですね小賀さんもえとこれから後輩の方がいっぱい入ってきたらこういうふうな姿を見せてください、はいはい、わかりましたはいではですねえっ、ー、と時間もございますので質疑応答に移りたいと思います、はい、といただいている質問がいくつかございますのでこちらに、えー、小賀さんお答えいただこうかなと思うんですけれどもはい。 えっと消防士になってから消防車を運転するための免許であったり救急救命士の免許、まあ、救急救命士さんになるにはどうしたらいいですかというご質問があるんですけれども、はい、こちらに関してまずは消防車を運転するためにはというところなんですけれども、はい、生駒市消防本部さんとしてはいかかがでしょうか、はいえー、っとまずは普通免許を取って私は入ってで生駒市消防本部の中ではあの補助金の制度がありますので。 その補助金制度をもらって、中型免許、もしくは大型免許を取得して、そこから、えー、時間決まってるんですが、その、何十時間、走行、市内を走行する、したら、機関員っていうものがおりますで。機関員っていうのは免許があるわけじゃなくて、消防本部とか独自のですね、うん、独自の、えー、なんていう、資格になりまして、うん それが降りたら、消防車運転できるようになります。そうなんですね。まあ、はい、補助金とかの制度もやっぱ各消防本部によって違うかと思いますので。はい、あの、ご自身の受けたいっていう消防本部をお調べいただくのがいいかなと思います。はい、はい、救急救命士になるには、先ほど説明いただいたかと思うんですけど、はい、も一度よろしいでしょうか。はい、わかりました。えっ、ー、と、救命士を取るには、えー。私のように学校にまず通って。 免許を取得してから消防に入る方法と、消防に入ってから、えー、中には専攻とかもあるところはあるんですが、えー、養成所に入校して取る方法の2つがあります、うん、で学校っていうのも専門学校であったり大学であったり違いがありますなるほど。まあはい あれですかね、あのー、その資格を持ってから入らずとも消防士さんになってから、はい、あの救急救命士目指したいという人もででできるってこととうこすすよねそうですねそ、えっと、私のところでは女性職員4名とも救命士なんですが3名が学校に入校、えー、学校に入って卒業してから入ってきた救命士で一人1名が、えー、消防署に入ってから養成所に通って、うんえー、取得された方になります。 そうですね普通の救急隊として、まあ、働いてる中でもっとよりステップアップしていきたいなっていうことがあれば、まあ、あの消防本部の中で、まあ、消防士さんになってから目指していくという道もあるということですね。と続きましてお時間的に最後の質問になるかなと思いますけれどもこちらですかねえっ、ー、とちょっとお待ちください。 勤務場所についいてお伺いしましょうか、はいまあ、えっと、転勤とかっていうんですかねあの、はい、働く場所っていうのはどういった場所になるんでしょうかはいえー、っと消防職員は地方公務員になりますのでその市の中で、えー、転勤とかすることになりますで生駒市は参考消防署がありまして本署南文章北文章っていうことがあるんですがそこの中で えー、配属になったり転勤になったりはします。なるほど。もうだからイコマで採用されているのでイコマの中であのー、働くってことですかね。そうですね。でも、はい、地元密着っていうんですかね。はい。もう入ったところの採用場所に密着した、えー、公務員さんになるっていうことでよろしいでしょうか。はい、はい、そうです。はい。ごめんなさいこちらも最後お聞きしていいでしょうか。はい。皆さんあのー、気になっているところかと思うんですが諸母さんお休みはあるんでしょうか。はい。というところです。 えと先ほどスライドにもあったんですが私のところは3部制という、えー、勤務体制をとってまして24時間勤務した後次の日が非番その次の日が週休,休っていう形で簡単に言ったら24 2時間間勤務してて日間お休みっていうようよになりますで,ですのでかなりお休みは充実してますし。うん 育休や産休などの制度もしっかりありますしっかり育休産休も支えてくれる職場ってことですねはいはい、えー、それではですねもっと小川さんにお話をお聞きしたいところだったんですけれども終了のお時間が迫ってきましたのでこのあたりで質問を締め切らせていただきますたくさんご質問いただきましてありがとうございますまたすべての、えー、ご質問にですねお答えすることはできませんで申し訳ございません、えー、最後にご視聴いただいている学生の皆様にメッセージをお願いいたしますはい。 先ほど体力のお話をさせていただいたんですが、苦手な分野っていうのは誰にでもあります。適材適所っていうように、仲間と苦手なことを補い合うことがすごく大切だというふうに考えています。例えば、私は大きな男性と比べて力も弱く高いところのものを取るっていうことも苦手なんですが、逆に小柄な体型を活かして狭いところに入るっていうのは得意です。えー このウェブセミナーを見て消防に対する興味が少しでも高まってくれたら嬉しいです。皆さんと同じ職業として活動できることを楽しみにしています。今日はありがとうございました。ありがとうございました。こちら消防庁が主催するイベントの紹介をちょっと足場になりますが、紹介させていただきます。えー、来年、令和5年2月11日土曜日、こちら東京の会場にて職業体験イベントを実施いたします。女性管理職員の講話であったり、先輩女性消防士の業務紹介などを見ることができます。 続きましてこちら、同じく来年2月18日土曜日、こちらオンラインの開催になります。オンラインの職業体験イベントです。パネルディスカッションであったり、座談会など、えー、こちらですね、あのー、ご覧いただけます。ではですね、えー、本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このセミナーを通して書房士の魅力が伝わり、小賀さんのような、えー、書房士になりたいという思う学生の皆様が、えー、たくさんいらっしゃいましたら、とても幸いに存じます。 これをきっかけにですね、将来の選択肢の一つとして、消防職員を目指していただければと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。最後は手を振ってお別れいたしましょう。さよなら。さよなら。